皆さんこんばんは。婚活アドバイザーの植草美由紀です。美容外科医で印象プロデューサーのドクターゆげたです。日曜日のこの時間は植草美由紀とドクターゆげたがお届けするコンプレックスにさよならの時間です。はい、この番組は、婚活、美容、結婚、動物長寿長寿はまだいいけど動物大丈夫ですか？動物大丈夫です。そうですか、初めて聞きました。はい、などについて私、ドクターゆげた、植草美由紀さんがお答えしていきますのでよろしくお願いします。面白いね、入りがいつもと違う、はい、今日はですね、ドクターはですね、たくさんの患者様のオペ、などなさってからいらしてますから、そうです、お疲れなようですね。ちょっと混乱してますね。違う、じゃあ動物園行ってきたんですよ、この間。え、何したの？たまたま休みがあって動物園に、はい、珍しく動物園に行って、めったに行かないんですけど、ホッキョクグマがいて、ホッキョクマじゃないですか、シロクマです。シロクマね、シロクマがいて、餌を食べて、首をすごいずっと振ってて、お客さんが集まってきたんですよね、キャーかわいいとかって言って、で僕ググってみたら、ストレスだとそうなるって言って、なるほど、私ね、一気に夢がなくなったと思って。そうですね、そういう意味の動物が入ったんですね。そうだ、動物行ってきたなと思って今つい出ちゃいました。なるほど。でもこれね、リスナーの皆様からのご相談ですので、はい、そうですね、動物が入ったら動物のご相談来ちゃうんですよ。そうですね、はい、ちょっと大丈夫でしょうかね。はい、はい、じゃあ進めてください。はい、ラジオネームペータンさんからですね。ペータンさん、はい、植草先生、ゆげた先生、こんにちは。私は32歳女です。はい、正社員で事務職をしています。いいですね。今職場に好きな人がいます。はい、40代の役職付きの男性上司です。エリートがもともと好きなため、20代のうちから結婚相談所に入り、年収1000万以上の方のみお見合いしてきました。まあ贅沢ね。すごいですね。しかし両親に結婚相談所で知り合ったと恥ずかしくて言えず、自然な出会いが期待できる社内結婚がしたくなりました。私の家系はみんな恋愛結婚なので、自力で結婚できない人の集まりの結婚相談所を未だにあまりよく思ってくれないのです。何その言い方、すごいですね。ちょっと感じ悪いかなですね。ここからが悩んでいるところなんですが、はい、私は頭がかなり絶壁です。急に話がですねはい、ありがとうございます、はい。頭のてっぺんが潰れているのです、学生の頃まではかなりいじめに遭いました。そんなことで、ですかね、違う理由だと思いますですよね、現在はポニーテールにし、頭のてっぺんを盛り上げ、絶壁が目立たないようにして生活していますが、植草先生のような巻き髪にとても憧れます。はい、しかし私はコンプレックスで髪が下ろせないのです。そうかな、何十年もポニーテールにしているせいか、縛っているところがはげてきてしまいました。へー、ゆげた先生、絶壁頭を治す治療があれば教えてください。メリット、デメリットや料金も知りたいです。料金面白い、はい、植草先生、職場結婚できる恋愛テクニックを教えてください。はい、職場は制服ですが、ネイル、ピアス、マツエクなどは自由です。職場は建築関係、職人さんや男性が多い職場です。はい、女性社員はあまりおしゃれもせず、華やかな方はいません。なるほど、女を捨ててる方が多いです。はい、私は植草先生が憧れの女性ですが、植草先生のようなファッション、髪型にすれば、確実に浮いてしまうような職場です。そんな職場でどのように上司と接していけばお付き合いができるのでしょうか。私と上司は席は隣ですが、上司はとても忙しいため、私的な会話はなかなかできません。はい、私はミスが多いため、結構強めに怒られることも多いです。あら、結婚しても仕事は今の職場で続けていきたいので、女として華やかで可愛げがありながらも仕事もできるバリキャリでいられる方法も教えてください。はい、ありがとうございます。憧れの女性ですそうですね、それは嬉しいんですけれども、でも私ね、なんか気づきません、髪型ちょっと変わったんです。はい、そう思いました。どの辺が？この辺、前髪ですか？前髪、そうなんですけど、実はここの
付けもくるくるをちょっと緩くしたんです。失礼しましたっていう風にですね、はい、まあ、髪をねくるくるするっていうのは、まあ、私はもう仕事なのでやってますが、うん、はい、実はお休みの日はやってませんから。あ、そうなんですか。そうです。もうお休みの日は黒いお洋服ばっかりで、とてもとても婚活ファッションはしていないんです。そうなんですね。そうなんです。ここにファッションあっても全部カラーですよね。そう、これはもう全部ね、あの会員さんがお写真を撮るときに来ていただくようにしてますけれども、ね、ペータンさんの話に戻りますが、はい、そもそもなんですが、これ、うん、ドクターに質問ですよね。絶壁ですよね。絶壁って治るんですか。一言で無理ですね。だと思いますよ、はい、だって削るしかないもんね、はい、そうですね。足すか何かってなってくると思うんですけど、ね、まあ、少なくとも僕が知ってる感じではなかなか難しいと思いますね、はい、そうですか、はい、あの私が思うにはですね、うん、このずっとポニーテールになさってて、そのハゲちゃったところはなんとかなると思うんです。あ、そうですね、はい、そこはなんかお注射とか、うん、そこは注射とかお薬とかで治るんですけど、はい、あの牽引性の脱毛って言って物理的に毛根をずっと傷つけてるんで、はい、ちょっと反応悪いですね。あ、そうですか、はい、なのでまあちょっと根気必要ですけど、半年、はい、1年ぐらい治療が必要かなと思いますけどね。でもまあそこはあの 薄かったところが生えてくるってことなんですね。そうです、そうですね、徐々に生えてきてって形ですね。それどんな風な治療ですか。基本的にはまず毛を作るような成分の、うん、簡単に言うと毛の成分となる薬を飲んでもらうのと、あと血流を良くするお薬を飲んでもらうのと、はい、あともう一つはうちで言うと、あの成長因子って言って、はい、毛母細胞って言って毛を作るお母さん細胞がいるので、はい、あのその細胞を刺激する注射って今とても進化してるんですよね、はい、そういった注射をだいたい1ヶ月に1回、へー、はい、1ヶ月に1回、1ヶ月に1回ですね。あの牽引性の脱毛の方じゃなければだいたい半年あれば反応してきます。そうですか、はい、ちょっとだけ遅いかもしれないですね。あ、そうですか、はい、なんか料金が知りたいらしいんですけど。あ、そうですね、飲み薬だったら、うん、その毛の成分だったら、うん、うちは一月に8000円しないぐらいですね。で半年だったらじゃあね8000円かける6ですね。そうですね、5万ちょっとぐらいですね。で血流をよくするお薬がだいたい1万円ぐらいですね。じゃあこれも半年ぐらいですか。そうです、それぐらいですね。でもそれであのコンプレックスにさよならできればね、うん、できればいいですよ ね, いいですよね、はい、でもコンプレックス絶壁なんですよね、うん、そうらしいんですけど私はそのまあでもハゲの方があれですよね。うん、だと思う。だって絶壁で、うん、私思うんですけど、絶壁でその学生の頃いじめられたっていうのはちょっと違うと思う、うん、そうですよね、多分思い込みですよね。違う原因だと思います。違う理由ですよね、はい、そもそもあって後ろ見ないですもんね。そう、絶壁ってあんまり分かんないですよね、はい、分からないですね。髪の毛があって髪がこうね、うん、長かったりしますから、うん、絶対この形って分かんないと思うんですよね。髪がペタンとしてるんですかね。そうするとちょっと分かるかもしれないですけど。 でもまあそこはね、うん、あの人絶壁っていう人あんまりいませんね。いないですよね。患者様でもいらっしゃらないですね。いやそうで初めてですね。じゃあ、はい、ペータンさんのこれは思い込み、そうですね、っていうことで、はい、ね、で巻き毛があのもしお好きだったら頑張って巻いていただいたらいいですもんね、はい、もう今巻くのはね、うん、非常に、難しくないんですよ。ああ、そうなんですね。そうです、ダイソンのね、ご存知ですか。ダイソンは知ってます。巻くのは知らないです。ですよね、はいはい、あのダイソンのでこう髪を持ってですね、はい、髪に当てると風でくる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 って巻きつくんです。風でですか。風でダイソンから出てくる風で。へえ、すごいですね。くるくるって巻きついて 1,2,3 とこ数えて、でその後カチッってやって冷たい風に変えるんです。へで、そこで8秒ぐらい置いてスッと抜くとすごいってなってるんです。すごいですね。簡単です。僕ぐらいとダメですよね。ちょっと短いですね、まあ、くるくるですけどちょっと短いですね。そうですよね。でも今日も髪型素敵ですよ。 ありがとうございます。ご自分でできます。いや、できないですあれ先月確かあの、はい、ヘアの、 ご自分でできるレッスンを、そうなんですよ、大急ぎで15分ぐらいでしましたよね、はいはい、でビデオ撮ってもらって。撮りましたよね、はい、あれはご覧になってない。はい、1回2回見ました。あ、なるほど。じゃあもうお勉強するのは学生の時で、今もうあんまり勉強したくないいや、そんなことないんですけど時間がなく、はい、残念です。でも今日はね本当に素敵。あ、本当ですか。ありがとうございます。かっこいいですね。いつもキープしていただけると、はい、なおさらいいと思うんですけど、はい、じゃあ話を戻しましょう、はい、まずですね、ペータンさん、その上司の方がね、あ、そうですね、隣の席にいると、はい、でその方と何とかしたいという質問なんですが、うん、何とかできません。あ、それは、はい、どうしてですか。
だってミスばっかりしてるんですよ。あ、ミスばっかりしてて、はいはい、かなり強みに怒られる、うん、っていうことは、うん、上司は結構カッカカッカカッカ来てるんですよ、うんうんうん、ペータンさんの仕事ぶりをカッカ来てて、ああまたやった、ああまたやったって思ってると思うんです。でそういうふうなのことを見せちゃってるのに急に好きになると思いますか？逆にそれなの逆転ホームラン的なのないんですかね？ないと思いますよ、うん、やっぱりね、あの同じ会社の中でこう誰かを好きになってそこの会社で働き続けるっていうのは、うん、お互いが難しいですよ、うん、難しい。でうまくいくとは限らないし、はい、じゃあうまくいったとしてお付き合いしても結婚まで行けばまあね、うん、あれですけど、うん、でも40何歳の上司と32歳の方が結婚するっていうのは、うん、ちょっとどうですかね、難しいところあるかもしれないですね。難しいと思いますよね、うん、それよりもこうもうちょっといろんなところに目を向けたらいいと思うんですよ、はい、例えば、ね、例えばあの出会いって用意されたものだけが出会いではないので、うん、いろんなところにこう出向いていった時に、うん、ご自分の結婚できる、まあ、結婚できそうなお相手が独身であればそれもみんなマークしちゃう、うんうんうん、犬のしっこみたいにマークしちゃう。でよし狙うぞっていう感じで、うんうん、みんながお婿さん候補なんですよ。あ、なるほど、そうなんですね。そうだからお一人だけなんですね、うん、彼女ね、多分ご自分が働いていらっしゃるお机の横、うん、横を見て、うん、自分の相手って思っちゃってると思うんです。だからすごく、ね、うんうん、あの探してる視野が、うん、とっても狭いんですよ。でももともとあれですよね、うん、年収1000万以上方のみですからね、今までのお見合いが。でもじゃあその上司の方は1000万以上なんですね、きっと、ね、ってことですよね、うん、でね、私物を申したいんですけれども、はい、昭和はお見合いが多かったんですよ実は。で、あ、はい、あのご家族の方がね、親御さんが、うん、あの恋愛結婚っていうのがそもそも珍しいですね、はいはい、昭和20年、うん、30年、40年代、はい、50年前半ぐらいまではお見合い結婚が主流でした。あ、そうなんですか。そうです。なのでその時代に恋愛をされていて、はいはい、でその結婚相談所っていうところ自体をあまりよく思ってらっしゃらないっていうような、すごく固定観念がガチガチに固まってらっしゃる親御さんだとしてもですよ、はい、してもこのお嬢さんペータンさんはそういう考えを持たなければいいと思うんですよ、うん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 、そう思いません？そうですね。であとね、さっきすごい気になったのが、うん、ドクター井桁が結婚相談所っていうのいつも、はい、今更してきてくれるんですか？今更結婚相談所冗談ですね。そうでもね、一度テレビのディレクターの方も結婚相談所って言ってました、はいはいはい、そういえばです、ね、だからわからないんですねきっとね。わからないですね、一般の方はね。意外でした今。だってほらほら、はい、例えば弁護士事務所は所ですもんね。事務所そうですね、うん、あと税理士事務所も所ですもん ね。なんで結婚相談所だけ結婚相談所なんでしょうね。本当です ね、 そうですね、うん、今ふっと脱線しましたけど、昔は本当に中尾さん、町の中尾さんという方たちがご近所にあちこちいて、はいはい、でそのお宅のお嬢さんもそろそろ年頃じゃないっていうふうに言ってくださったんですよ。で自力で結婚を婚活プロデュースをしなくても、うんうん、なんとなく周りの方がある年齢になるとおせっかいな方たちがいっぱいいてですね、会社の上司とか、うん、で会社の上司とか課長さんとか部長さんがちょんちょんって、君ももう会社に入って3年目だよ、うん、もう24だよ5だよって、うんうんうん、もうどっぷりセクハラの言葉で言ってくれるわけですよ。でそうですねって言ったら、うん、どういるの相手って言うわけですよ、うんうん、で、まあまだってよしよし、じゃあ何々かの誰々君いいよ、あと何年かしたら係長だよってっていう、そのあの親切な方々が実はたくさんいたんですけど、うん、そういう方たちが今いなくてですね、確かに、でその結婚相談所っていうようなものに変わってきたんですよね、っていうのがまあ始まりだと思うんですけど、まずね、親御さんの古い考えはちょっと一旦おやめになって、はい、ご本人がもし相談所で活動したいと思うのであれば、されるのが一番ベストかなと思いますよ。そうです。これそもそもあの結婚相談所で知り合ったっていうのは、はいはい、オープンにしておかなきゃいけないんですかね。いやいや、もう全然オープンにしなくてもしなくていいですよね。いいと思いますよ、ね、でご本人してたんですよね、入りって書いてあるから、うん、はい、入ってたけれども、はいはいはい、そこで決まらなかったわけですよね、うん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 、で社内結婚がしたくなったんですよね、うん、でもね、正直今の笑い、ね、今の笑い、はい、何教えて、あのなんで社内なんだっていう、そうでしょう、うん、私もそう思いました、はい、結婚相談所でなかなか難しかったのに、うん、たっ
た一人の社内のピンポイント一人を狙うって、そうですよね、それ難しいですね。あの相手もたまったもんじゃないですよね。そうです、これ逆だったら私逆そうですよね。そう、相手もたまったもんじゃない今スルッと流しましたけど結構グサですよねそうですよ、一人も決められなかったから、うん、一人で決められなかったから相談所でたくさんの何百人何千人何万人の中から、うん、ご自分のお選びになるんだったら分かるんだけど、うん、逆ですよね。そうですよね、発想が逆になってるので、うん、もっと外出ていくといいですけど ね、 そうですね、テニスクラブとか、はい、とにかくね、はい、彼女は、うん、まず会社の仕事に没頭しなさい。あ、ミスばっかりしてないで、うん、確かにミスばっかりして、うん、怒られてるわけですよ、うんうん、厳しく怒られていて、まあしょうがないな、また間違えた、また間違えたって、うん、もしかしたらやめてくれればいいと思われてるかもね。ああ、なるほど、思いません？あ、まああるかもしれないですね。厳しめに怒れるこの、うんうんうん、コロナ禍ですよ、コロナ禍、コロナ禍で厳しく、だってじ、うん、あの事務職とか、はい、秘書さんなんかも結構リストラされてるんですよ、うん、あ、そうみたいですね。そうだからね、あの、のんきにね、ペータンさんは隣の席の上司と、うん、なんとか結婚したいなんて思ってる前に、うん、クビにならないように叱られないように仕事に没頭する、社内でいつもハートですもんね。そう、うん、そんなね、仕事にうつつ抜かして目をハートにしている女の子に仕事ができる男性が、うん、そうですね、行かないでしょうね。行かないですよね、うん、これが結論です。そうですね、はい、わかりました。はい、そろそろ急に終わりますね。いや、そろそろですけどね、はい、ペーターさんいかがでしたでしょうか、はい、今のお話参考になっていれば幸いでございますけど、はい、そろそろ時間やってまいりましたので、はいはい、そろそろですね、はい、お相手はウィエクサミユキとドクターユキタでした。コンプレックスにさよなら。ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。ごきげんよう。